今ですね、まだ郡山市に僕はいるんですけども、でね、もう今日は郡山市一旦抜けます。というのもちょっとね、郡山市に僕 1,2 週間結構いるんですよ。動画は出していないんですけど、その間ちょっとコロナのワクチン2回目でぶっ倒れていたりとか、2日間とも何にもできないんですよ。起き上がろうとしたら吐き気するしっていうので、ずっと車内でね、映画見ながらもう治るのをね待っていたりとかねしていました。であとね、1週間ぐらいずっと雨続きで観光もできなかったりとか、まあいろいろあったんですけども、やっとねこの夏が本気を出してきたので、めちゃくちゃ綺麗、晴天なんですよこれぞ夏っていう感じなんですけど、で今ね撮影しているのこの GoPro なんですよ。コロナワクチン2回目を打った初日に福島市の方に電車でね一旦向かって撮りに行きました。なのでね、ちょっとだけね福島市に先に行きましたけど、観光は全然していない状況ですという感じで、今日はこの郡山市を抜けて福島市の方に向かうんですけども、その途中に本宮市っていうのと二本松市っていう、まあ、どっちもね一応観光地いろいろあるところなので、せっかく通るのはそこはね行かなきゃいけないということで、本宮市もいろんな観光地がありそうなので行きます。郡山市もっとね観光したいんですよ。行きたいとこいっぱいあるんですけど、ちょっと僕のミスでねこうね観光できなくなってしまったりしたんですけど、その分ねこう道中にいろんなとこ行けるので向かいたいと思います。片付けてたんですけど、そしたらエアポッツも一緒に捨てちゃったみたいで最悪なんですけど、エアポッツを捨てましたね、はいというのと同時に、あとは食料もねいろいろ買ったんですよ。卵なり納豆なり食料買ったんですけど、このパックが小さすぎて氷も全部溶けちゃって、生製品である卵とかもやばいんですよ。ちょっと夏なんでね、あと思ってね、途中でちょっと氷をもらって入れます、この中に。だからね、僕もねこのカレーの量本当にね効率いいですよ。多分タンパク質、炭水化物、まあ、野菜のエキスなりいろいろ入っていますし、しかも美味しいし、朝ごはん終了で、まあいつもおなじみ野菜ジュースもあるので、ね、野菜も速攻取ります。お水もね。今日の日時は8月20です。で今現在時刻が11時半。よし、まあ、この郡山市でね何回かお世話になったスーパーなんですけど、はい、や OK、 これで行こう。戻ってまいりました。氷だけ全部出てます。だからこのパックが小さすぎるんですよね。もっとでっかいのを買って大量に氷詰めたいんですけど、まあ、ちょっとお金の問題で、あとどこに売ってるのか分かんないんですよね。これでなんとか卵無事でいてほしいことを祈るしかないな、ここでは。でね、夏のいいところは洗濯物がめちゃくちゃ早く干せるじゃないですか、乾くじゃないですか。それで旅してる人にとってめちゃくちゃ楽で、こう、ね、ちゃちゃっとこうシャツとか洗った時にもうね、2時間ぐらいあれば晴天にこう干しておけば速攻乾くんですよ、カピカピに。なのでもうね、本当に洗濯機とか乾燥機とか全く必要ないんですよね。雨の日になった途端もう最悪な状況、洗濯物干せないわで乾かないわで、まあ、いろいろ大変なんですけど、でも晴れの日、特に夏はもう速攻乾くので、もう旅にねありがたいですね。ということでね、最近利用してるイオンタウンに着きました。めちゃくちゃ広くて、ツタヤと通るダイソーを、まあ、丸亀とか、こっちには GU イオンとかいろいろあるんです。ここでちょっとね帽子が売ってればいいんですけどねっていう感じで見てきます。今月やばいんですよ本当に。なぜ金銭が、ガソリンもね組まなきゃいけないんだけど組めないっていう、現金も持ち合わせてない、鍵落とした、広いね。ということで帽子を買ってまいりました。でね、まあお店にあるもの全部かぶって、僕あんまねおしゃれ全然詳しくないので、もうとにかく手当たり次第帽子取って全部かぶってその中でまあ個人的に気に入ったものをね買ってきました。1650円かな、なんか割引されていたのでね、ライトオンで買いました。でね、まあ一応こう僕の憧れでもあるここにアメリカっぽい、アメリカじゃないと思うんですけど、これアメリカっぽい国旗がついているのでそれもねちょっとしたね毎日つけると思うんで、なんか自分への暗示にもなるので、結構こういう毎日見るの大切なんですよ、ね、かなり影響されるんで、まあこれでね、まあ、夏の日対策もそうですし、まあ、寝癖の時でもね動画撮れるようになったのでね、すごい効率も上がったと思います。じゃあちょっと暑いんでね、一旦どうしよう、一旦外そうかな。
なんでこんなに物体として綺麗でさ、形もあるのに触れないのかがやっぱり不思議なんですけど。駅の形すらないんですけど、とりあえず30分以内で観光ブックだけ、とりあえずね行き着いたんですけどこの有様です。ちょっとね時間もないのでガイドブックだけ取りに行きます。にしてもこの GoPro が超広角すぎてびっくりです。めちゃくちゃ近くても超広角今までの RX7 より断然使いやすいし、もうひょっとしたらこっちに乗り換えかもしれないです。あ、なんか駅小さいからガイドブックないかもしれない。あ、あった、一応ね、こういうようなやつです。観光案内所があるはずなんで一旦そこに向かいたい。調べてみます。あそこに、ちょ、観光案内じゃないですけど、まあ、一応ね、こう地元の方たちがいるのでちょっとお話だけ聞いてきます。いろいろこうパンフレットもあると思うんですけどね。ラーメン屋さんか。すいません、あのこの辺に観光案内所とかってあります？観光案内所とか、なんかパンフレットとかもらえますとか。観光案内所っていうのは、あ、あの、あれですか、あそこに多分パンフレットとか入れる。あ、本当ですか、ありがとうございます。まさかここに一応パンフレットとかいろいろあるみたいです。なんかね、 Google マップにはなかったんですけど、あ、本当だ、ここだ。さっきね、ここで教えてもらったんですけど、これボタンを押すとなんか流れるんですって、曲が。この仕掛けがあったと。なんか去年の朝ドラの、モデルになった方みたいです。ちょっとね、僕よくご存知ではないんですけど、流れてる。お、どっからが聞こえるへえ、面白い。30分まで無料なんですけど、もうやばい、時間がない。あと 2,3 分ぐらいで有料になってしまうので。いや、でも本当にやっぱり現地の方いろんな情報知ってますね、うん、でもう大体ね、観光する場所いろんなとこ聞いたんで、今日からもうとにかくいろんなとこね回っていきたいと思います。ありがとうございました。ご利用ありがとうございました。おっしゃ、間に合った。まあ、さっきの方がね、いろいろ教えていただきました。あともう一方いましたけど。でね、すごいんですよ。この駅の隣にさっき入ってたところがね、一応自習スペースとしてね、開かれてる部分もあったりとか、あとなんかこう、オリンピックとか、こう、本宮市に関連のあるグッズとかもね、ちょっとだけで、無料でいただけるものとかいろいろありました。この本宮市は結構神社とか、とにかくお祭りですね、いっぱいあるみたいです。もう一つの国、一つは神社がある町だそうで。でね、無料で行ける観光スポットとかも、ここぐらいかな。もうちょっと聞いたかもしれないですけど、まあいろいろ聞いてメモしてきたので、後日行こうと思います。では僕もちょっとずつ日に日にレベルアップしています。観光のコツがね、ちょっとずつ見えてきました。でね、この町で嬉しいのが、とにかくこの駅周辺にもう観光地が集約しているので、もうね、車1台あればね、いろんなところ、本当にお金かけずにいろんなところ近くにあるので行けます。いやもうね、今日天気がいいのでね、このまま公園行っちゃいます。本当は今日は観光する気なかったですけど。水色公園って言って、噴水だったり、いろんなところに水がこうパーパー出てる公園がね、あるみたいです。そこもね、公園だけど有名な一つの観光地としてあるので、そこに今向かっています。というわけで着いたので、ちょっと遊びに行ってきます。この帽子もね、店内で買って、そのレジの前でね、この帽子かぶって帰っていいですかねってタグとか全部外してかぶって帰りました。うわ、この街住みやすそう。うすげえ、プールじゃん。え、プールよりおしゃれなプール公園ですけど、プールじゃんこれ。サンダルのメリット、このまま入れるっていう。にしてもすごい、あっちとか流れるプールそのもの、しかも水がある。うわ、きれい。いや、もうここ入っちゃおう。冷たい。あ、冷たすぎない、ぬるい。え、めっちゃ適温だし、
本当にプールなんですけどよいよいよ、今日めっちゃ暑いのでね、最高です。にしてもすごい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 、こことかやばくないですか。入る入る入る、うわ怖、マジかこれ怖すぎる。よし、あ濡れちゃうかな、あったか、やばいやばいやばい、流れ出すごい、うわぁ、うわぁ、すごいすごいすごい、ここすごいすぎる。ここ公園ですからね。ここが本宮市の最初の観光地です、水色公園もうもはやプールですけどもうわ最高ここ、うわめっちゃ濡れた面白い公園ですね。ここ本当に一日中いても十分楽しめますよ。だってお腹空いたらあそこのヨークベネマル行けますし、このプールが飽きたらこっちのめちゃめちゃ綺麗な公園にも行けます。しかもここの公園の綺麗さじゃあ僕はね滑り台に登っていきます。やっぱ公園はね子供たちだけのものじゃないですよ。ついていきましょう、冒険してるみたい。ここにいてて、おーうわーすごい、これはよいしょ、うわあ、いてててていてててていったいってから、うわ腰いった。そしてスマホなくした、やべあった、危ね危ね、スマホ危ね。もうちょっと奥に綺麗なね芝生の公園もあるの、そっちにも行ってみます。なんだこれ、あーそう、ここも歩ける、あっちまで続いてますね。あそこに少年たちがシャワー浴びてますよ霧みたいな。しかもここの芝生めちゃめちゃ綺麗、めちゃめちゃ綺麗。 あそこにねいろいろカラフルなテント、うわテントも綺麗、おしゃれみんな似たような小さめのテントですが、流行ってるんですかね、流行ってそうだよね。うわ今日最高の日に来ましたね。でまあ僕はこっちの階段を登ってちょっとねこっちの景色綺麗そうなんで行ってみるんですけど、まあ、これとかも多分桜なんですよ。この本宮市もそうですし、まあ、福島市はね結構桜の名所めちゃめちゃ多いんで、ここの本宮市も多いみたいです。だからこれもねおそらく桜なんですよ。だから春に来てもめちゃんこ綺麗な景色が見れる。おお河川敷だ、今工事をしていますけど、しだれ桜っていうんですだっけな、垂れてる桜が特徴的な場所です。綺麗な場所、いやありがたいことにねあそこにも水道があるんで水不足にはこの町では困ることはありません。もう全国にいろんな公園、しかも全部違くておしゃれで、雰囲気も空気感も遊んでる子供たちも遊具も全部違うので公園巡りも楽しいですね。あ、ちょっと登ってみましょう、銅像がいますね。次は女性の裸体の銅像があります。なんか堂々とこう映すのもなんですけど、こんな感じで、なんだろう、ふるさと帰還の日戻ってきましたよっていう、これちょっとこれとは写真あんまり撮れなくていい。うわーでもまあちょっと低いですけど、真ん中ね全部の水が落ちた、集中している。であっちには芝生があります、あそこにはヨークベニマル、一日中楽しめる場所です。大人もびしょび濡れですけどね。ということで僕は今からどこ行くんだっけな、まあいいや、一旦この本宮市に来たのでちょっとこういろいろね調べつつ、まあ、また明日から観光できればと思います。街が綺麗、本当に公園も図書館も綺麗な街ですね。橋とかも全部綺麗でした。だから結構そういうところに力を入れてる街なんだなって分かりますね。
本宮市の唯一の図書館である白川夢図書館に来ました。一応ねさっき見た土足厳禁っていう文字があったんですけど、やばい、靴下履いてない。さっきさ図書館かと思って入ったところが公民館でしたその隣にあるところが図書館でしたあれなんか人いないなと思ったら公民館でしたね。ここの図書館8時まで開いてるんで、ちょっとしばらくねパソコン作業であったりとか、まあ、動画編集、最近動画作れていなかったので、撮った動画ね溜まっていたりするんで、そういうのとか、あとねドラゴン桜とか三国志とかの、まあ、ちょっとためになる系の漫画が結構揃えてありましたね。あといろんな本ね、なんか厳選されてた感がありましたね。そんな多くはないんですけど、なんかよく見かけるような本、有名な本が多かった感じがします。小腹が空いたのでサバ缶を食べます。便利、おいしい。にしてもいい街だな。郡山市とそんなに離れてないんですけど、全然全く別の街ですね。こう図書館で作業してたんですけども、なんかコンセントあったんだけど、コンセント使っちゃダメみたいで、ちょっとここの図書館はパソコン作業するためのコンセントとかは使えないみたいです。やっぱ図書館によって使っていいとことダメなところがあるみたいです。だからそれを先に知ることができればいいんですけど、なかなか難しいというか、蜂が窓に入ってきた声ということで、今ねこちらにガストが見えますけど、ガストに着いたのでちょっとそこでいろいろやってきます。この一応クーポンがあって、セットドリンク99円のがあるんで、これを使います。コンセントが2つしっかりとつながってます。めっちゃいいとこ。コーラとか炭酸があります。ずっと僕ね水だけだったので、野菜ジュースですけど、ちょっとね、今緊急事態宣言なんで8時までしかガストとかねお店やっていませんでしたで、まあね、いろいろ充電もできたことだし、もうここのねガストめちゃくちゃいいんですよ。一席に4つもコンセントがあったりとかで、席も多いので結構長居する方も多かったし、さっきのガストでねドリンクバーと、まあ、チキンを食べましたけど、まあ、一番安く抑えて241円になりましたね。クーポンと、まあ、一番安い単品、まあ、あれは単品で頼むものではないんですけども、まあドトールでクッキーだけとかやってますけど、まあ、しょうがないですよ僕には。でね、まあ、一応ドリンクバーでこう野菜ジュースとレモンとオレンジジュースをメインにとってね、こう野菜不足もなるべくこう抑えつつ、あとビタミンとかもねなかなか取るの難しかったりするんで、まあ、こういうちょっとしたチャンスでね飲んだりしましたね。最近食べてる豆腐、安くて栄養価も高いし、納豆、そして卵を6個ぐらい、もうね生製品全部食べます。うまい。豆腐1丁を30円ぐらいだったかな、まあ、スーパーによりますけど、でも安いし、この量、栄養素も高いし、ちょっとヘルシーすぎるかなって感じがします。そして次は納豆、まあ、僕最近納豆1日夕食で3パック食べてます。この納豆の中に卵を2つ入れてそのままかき込んで食べます。ベチャってなっちゃうかな、時計で割る、どうしよう、あ、やべ、垂れちゃった、最悪。卵が無事ならいいけど、ういー、れました。この中で一番栄養高いのはやっぱり卵ですね。タンパク質、カルシウム、その他もろもろ、
鳥の一つの命をいただいてるわけですから、そりゃ栄養価高いわけですよ。このままいただく、うん、おいしい。まあ、何でも美味しく感じられる状態を作りましたから、今夜はねここで仮眠して寝たいと思います。あっちにね一応車2台とこっちも1台ございます。ちょっともう真っ暗ですけども、今日はねここに車をちょっと止めさせていただいて、まあ、少しだけね寝させていただこうかなと思っています。もう夜の12時回っています。それではおやすみなさい。